近藤のクリア、ちょっとキックミスになりました。さあ体を入れて、ここはチャンスですね。セカンドボールシュートだ。さあトイレット、ちょっとマイナスのボールが相手に行ってしまいました。北島のところ、まだ北島キープしている。中には林、バラダに預ける。横にレアンドロ・ドミンゲス使う。右から小林も上がっている。レアンドロ・ドミンゲス持っていく。ここは工藤が寄せていきますが、あの辺うまいですよね、はい、小林切り返した。中に持っていってグラウンダーのボール。さあ後ろから大谷が来た。左サイドを使う。橋本クロスが入ってくる。グラキーパーをかぶった。決まった。先制柏レイソル、林が決めました。アウェー首位柏レイソル、キーパー岡本頭を抱えました。そうですね、ただレイソル中盤からいい展開をしましたね。大事なゲーム先制点はアウェーの柏レイソル。今のシーンです。橋本からのボール、いいボールでしたけどね。そうですね、その前のこう崩し方が良かったですね。橋本選手 もうフリーで狙ってこうクロスを上げれましたからね、はい、完全にフリーになっていました林。今シーズン自身6得点目になります。さあ早くも川本さん、ゲームが動きました。そうですね、